はいどうも、おっさんサラリーマン、おっさんサラリーマンのランチングタイムということでね、もうすっかり10月でございます。走っててもね、山が色づいちゃってる。うん、色気づいちゃってるね。で、今日はお仕事で安曇野市に向かっております。おお、山が綺麗だわ。今日はちょっと台風の影響で風が強いんでね、髪の毛飛ばされないようにしないといけないんですけども。で、安定の穂高山麓線で美味しいお蕎麦をいただこうかと思っております。ぜひ最後まで見ていただいて、コメント&グッド評価よろしくお願いしますね。で、今日はこちら安曇野蕎麦どこと双葉さん、いいね。お邪魔しましょう。すみません、じゃあお願いします。双葉セットください。はい、ソースカツ。つながってるね。こいつに入ってる。バズミのわさびだよね。はい。セットのカツ丼です。そば後からお待ちします。はい、わらび餅みたいな、なんかね、もっちもちわらび餅みたいな、こんにゃくなの、お餅みたいだよ。はい、そうです。ぜひ宣伝しておいてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。
いやー美味しかったー。こんにゃくとこんにゃくのあの食感すごいね。お餅みたいなもっちりとしててね。そしてソースカツ丼もめちゃめちゃ美味しかった。カリッとサクッと、うん、そばどころ双葉さんいいね。はーい、そんな感じで信州のおっさんサラリーマンがグルメ情報なんかをメインに配信しているチャンネルなのでね、もしよければガッとよかったコメントなんかも書き込んじゃってよ